秋村さん、こんにちは。こんにちは。はい。ドリームキックオフ出られたということで、はい、その後大きな変化があったって聞いたんですけど、はい、どうしました？起業することが。起業したんですね。はい、どんな会社を？太陽光発電システムの技術コンサルタントをする、はい、会社を起業することができました。太陽光発電のコンサルの会社を起業した。はい、それはどんな会社なんですか？僕が大事にしている価値観で、はい、安全性で、安全性を大事にして、うん、安心して使ってもらえる太陽光発電システムを広めようとする、うん、そういう活動をするコンサルタントです。ちなみにキックオフに出られる前っていうのはどんな状況だったんですか？前はですね、販売をするにあたって、どうしても自分の価値観とは、合わないような仕事でも受けなくてはいけないなとか、悶々とイライラして仕事してた時がありました。自分に価値観に合わない仕事をしてる時ってどんな気持ちでした？すごくイライラするとか、自分が許せないとか。もうなんかこういう仕事はしたくないな。そういう気持ちがすごい強かった。そんな気持ちでしてたんですね。はい、それが、帰国出た後に起業しようって決めたと思うんですけど、はい、なんかこう印象的に残ってる場面とかシーンとかありますか？ドリーム帰国で。そうですね、未来で自分が大事にしてる価値観を共有できる仲間と一緒に、わーっとこう盛り上がるというか、共感してもらうとか、そういう場面を思い描いているのがドリームキックオフで一番印象に残っています。どんな場面が浮かんだんですかね、そのドリームキックオフで自分がイメージしたシーンって。そうですね、一番大事にしているそういう安心して使ってもらえるっていうものを、全国広めて、でそこで関わった人々が一緒にやってよかったねっていう、その場面がすごく印象に。安心とか安全をもう大前提に太陽光パネルを販売して喜んでもらってるシーン、それがありありと浮かんだんですね。周りにはすごい方がいっぱいいるイメージを持ちました。いっぱいいるイメージ持って、それがリアルに感じられた。はい、そしてその後どう変わっていったんですか？実際起業してからですね、僕が一緒に仕事したいなと思う業界でもプロの方々と今一緒に仕事をすることができています。そうなんですね。起業した後に割と早めに出資していただいたって話も聞いたんですけど。そうですね、ドリームキックオフを出てから3週間後に、3週間で、はい、そういう話をしましたら、会って、初めて会った人に15分で会社を作りなさいという話をいただけました。なんでそれは相手に伝わったと思いますか？その方も僕の大事にしている価値観と同じ思いをお持ちになっていたと思います。ちゃんと自分の価値観を明確にして、それをしっかり伝えて、それで起業するんだ。そしたら同じ価値観の人が共感しちゃった。はい、そんな感じですね。気がついたら周りにはそういう共感できる方がたくさんいていただけるようになった。そうなんですね。じゃあ今会社はどんな感じになってますか？あれから周りには僕のことを助けていただけるようなプロの方がたくさんいらっしゃって。なるほどね。まあいろいろ具体的な名前はね、いろいろ見えないと思うんですけど将来的にどうしていきたいってのはありますか、この会社？今、そういう方々と一緒に、一般社団法人を立ち上げてまして、僕たちが大事にしている価値観を、その協会を通じてプロの方と一緒に全国で広めようと考えてます。なるほど。振り返ってみて、自分にとってドリームキックオフってどんなイベントでした？最初不安だったんですけど、その不安を、するというか、気がついたら周りにはそんなことを一緒にやっていただける人がいたという、その本当に大事な一つのきっかけだったんです。なるほど、よかったです。もしこれを見てる方に何か一言、自分にとってのドリームキックオフも含めて何かメッセージがあるとしたら何かありますかね？このドリームキックオフで感じること、そしてやることについては、この先皆さんにとってすごくプラスになることだと確信していますので、ぜひこのドリームキックオフを楽しんでください。はい。
ぜひドリームキックオフでお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。